決断はいつも人を引き裂く。その先にあるのは決裂か裏切りか永遠の別れか、それとも今己の信念が試される。トライアングル・ストラテジー。ノゼリア大陸全土が戦火に包まれた遠鉄大戦から30年。水と緑に恵まれたグリンブルク王国、鉄を産するエスフロスト公国、円弧を有する聖ハイサンド大峡谷、束の間の平和を享受していた三国だが、グリンブルク王国御三家ウォルフォート家の若き当主セレノアとエスフロスト公女フレデリカ、二国間の縁談が引き金となり、ノゼリアは再び戦争へと巻き込まれていく。セレノアとフレデリカ、王国第二王子ロラ、忠実な参謀ベネディクトと共に、それぞれの信念をかけた壮絶な戦いが幕を開ける。ドット絵と 3DCG の融合、 HD2D で描かれる戦記群像劇。個性豊かなキャラクターたち。主人公を支えるのはウォルフォート家兵長エラドール・バランタイン、ウォルフォート家密偵アンナ・パスカル、グリンブルク王国親衛大使ヒューエット・バクラー、エスフロスト公国次女ジーラ・ブレイス。戦略性の高いタクティクスバトル。地形や仲間の特性を生かし敵軍を撃て。そして分岐する重厚なストーリー。行動と選択により蓄積される信念が物語の行く末を大きく左右する。選択と決断の果て、その信念が行き着く先は。There can only be one way forward.